プロローグ部分の楽譜、エウリディーチェは、ヤコポ・ペーリが作曲したオペラ。現存する、世界最古のオペラ作品である。フィレンツェで16世紀末から活動していた、芸術家集団、カメラアータによる、古代ギリシア悲劇を再興させようとする、試みの中で生み出された作品である。ペーリは、この作品で、物ィ様式を駆使しており、また、エウリディーチェの序文で、 語りの部分における音向の変化と歌の音程のある動きとが古代ギリシア演劇の理論において区別されていたことに触れ、語りと歌の中間を行く古代ギリシアの人々が英雄史の吟唱に用いていたと考えられるものを見出そうとしたと述べている。通奏低音が据え置かれる中、歌唱西部は共和音と不共和音の間を行き来し、特に強調すべき音節に達した際には、 共和音となるように留意した。なお、ペーリはリヌッチーニと組む形で1598年に音楽劇ダフネを制作、発表していたが、この作品の音楽は失われている。台本はギリシア神話に基づき、オッタービオ・リヌッチーニによって書かれた。1600年10月、フランス王アンリ4世とマリーア・デ・メディチの婚礼の催し物として、 フィレンツェのピッティ宮殿において初演された。ペイリと同じくカメラータのメンバーであったジュリオ・カッチーニは、この作品の初演に際して、自らが関与している歌手が出演する場面では、ペイリの楽曲を歌わせようとせず、カッチーニの手による楽曲に差し替えを行った。1601年、ペイリとカッチーニは、改めてそれぞれの手によるエウリディーチを公にしている。初演の際には、 ハープシュコード、キタローネ、リラ、リラグランデ、デュートグロッソなどが用いられた。悲劇と名付けられた登場人物により、優説歌曲の形式で王室の婚礼に対する祝福の言葉が歌われる。オルフェオとエウリディーチェの婚礼の場面から始まる。エウリディーチェが自らの幸福な気持ちを歌い、仲間の妊婦たち共に去る。オルフェオが友人たちと現れ、 過去の苦しみも今は幸せに変わったと歌い、ティルシが婚礼の神を称えて、こよなく美しい星が清らかに燃える中でと歌う。しかし、ダフネが現れて、エウリディーチェが毒蛇に足を噛まれて死んだ、と告げる。オルフェオはエウリディーチェを取り戻しに行く決意を固め、私は泣かない、嘆かないと歌う。オルフェオは女神ベーネレの導きで地獄の入り口にたどり着く。 ベーネレは、あとは、自分の音楽の力で進むようにと告げて立ち去る。オルベオが、私の涙に泣け、地獄の霊たちよと歌うと、地獄の王、プルトーネワイキドールが、オルフェオの歌声に感動したプロセルピナヤカロンテに、促され、地獄の王を着てを破り、オルフェオに、エウリディージェを返す決断をする。友人たちが、オルフェオの安否を気遣っていると、エウリディージェを連れてオルフェオが現れる。 オルフェオは私の歌に喜べ、緑の森をと歌い、エウリディーチェが続いてこの喜ばしい大気の中でを歌う。一同がオルフェオの音楽の素晴らしさをた,たえて幕となる。ありがとうございます。